んにちは、しばです。今回は激レアエドワーズのファイヤーバードタイプをレビューいたします。エドワーズからね、ここまで本家を再現しているファイヤーバードが出てたんですね。本数はね、かなり少ないみたいですよ。出てることすらね、僕はね、知らなかったんですけれども、こちらはミニハム2発にバンジョーペグ、バンジョーペグはね、これ変えられてるのかな、非常に綺麗なバンジョーペグが乗っかっております。このバンジョーペグっていうのはギア比がね、1対1らしいんですよ。まあ、後藤のいいのだと1対16とかなんですけど、1対1だからね、ちょっと動かしただけで結構グイッとね、チューニングが変わるんで、ね、難しいっちゃ難しいんですけど、この独特のシェイプとね、そのね、武骨な感じがまたね、人気なんじゃないかと。で、過去にね、このファイヤーバード系だとですね、ギブソンのレビューをしていて、あとフェルナンデスのレビューで、今回3本目なんですけど、その度にね、もしかしたらやってるかもしれないですけど、シェイプがね、このね、ジャズマスと同じというか、ジャズマスをね、逆逆さにした、こうすると対称な感じになりますね、というふうなシェイプになっております。で、ミニハムなんでね、こちらの SG ミニハム乗ってるんで、これともね、後で鳴らし比べてみたいなと思います。ネックのシェイプとかはですね、ギブソンのに似てますね。ちょっと幅広な感じ、うん、しっかりとした生音、幻聴が長い感じがしますよね。ちょっとボディシェイプはこっち寄り、位置が少しこっちなんで、まあ、SG とかそういった類の感じですかね。結構固めないい音が出そうな、そういった生音です。で、クリーンからいきます。予想してた通りの、このきらびやかな入り、めっちゃいいですね。感じがしますね。うん、フロント、あ、埋もれすぎない感じ、フロントでね、ちょっとモコモコしすぎないっていうか、いいっすね、キラッと、おお、これは素晴らしいピックアップが乗っかってるんじゃないですか。ボディもネックもマホガニーで、そうそう、スルーネックになっております。素晴らしい作り。やっぱこのボディの大きさとミニハムっていうのはね、合うのかな。ぶっちゃけね、僕が持ってる SG よりね、これね、音いいっすね。ちょっと鳴らしてみましょうかね、 SG。うん、やっぱ幻聴の短さがなんとなく感じられますよね。ファイヤーバードの方がね、長い感じがするんですよ。で、リアからいきます。こっちの方が強い感じしますよね、フロント。これでね、やっぱり、ね、ギブソンらしさがありますね。ファイヤーバードの、ね、状態をお伝えいたしましょうか、ね、この辺はね、新品に変わってるのかな、オリジナルじゃなさそうな感じですね。綺麗なん で、バインディングが若干ちょっと欠けてるところがね、あったりするんですけど、この辺りは千葉管楽器のデジマートページでご確認いただけたらなと
その他ネックの状態とかね全然気にならないくらいにいい状態になっております。出てくれる。これドライブ感もいいですね。というよりはなんか泣いてるような感じ。これクリーンもねドライブもいい感じっすよ。あとボリューム落とします。ああ、これはカラッとした感じじゃなくてな感じになりますね。というふうな感じでございました。いかがでしたでしょうか。エドワーズのファイヤーバードタイプと、最近はねミニハム時代ねあんまり見かけることがないんでね、もうそれもレアなのかなっていう感じなんですけれども、90年代のエドワーズやっぱねしっかりしてますね。いやまあ直近のもねもちろんいいんですけれども、材自体というか素材自体がねやっぱりいいなっていうのはねこうやって鳴らすとね感じてきますね。ぜひぜひ千葉管楽器へ行った際には試奏してみてください。ご視聴ありがとうございました。柴田でした。